性 YouTuber のつくるとでーす。なんかさ、いつからかさ、てかちょっと巻き舌になってきようよ。最初の頃の、どうも早朝系 YouTuber のって言ってるやつはちょっと可愛いもんな。どうも、早朝系 YouTuber のつくるとでございます。お前がなんか早朝系の感じ出してください。出すやん、カメラ回すときにさ。そうですね。だから俺もなんかそのこういう武器とか持ってやな、やってみたけどお前な。おいなあ、どん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 俺が激しく何よって言っちゃろってたのかお前。なあ、なんかお前がそのカメラ回すときに求めてる感じ出すな、お前。このいや、コメントでも来てるじゃないですか。あ、なにこれ。ソーシャルディスタンスやなあ、ソーシャルディスタンス能力やこれ。その一旦くらいあるんだよお前。どんな時代にでも合わせてきますね。そうや。今日も作るの作らないのね、聞いてるよ、どっちなの。スルスルスライスライスライスタービルダーズブラックスタービルダーズレッカーのこのお前な、自動メジャーやこのお前なあ、何これ。これでも世界に1個やからな。昔のブラックアンドデッカーの日本に持ってるの山田さんだけだけど、山田さんくれたやんこれ、DIY365 のチャンネル見たれよ山田さんのチャンネルばこのお前。概要欄いつも張り付けとるやろ山田さんのやつ。山田さんのやつだけ伸びんって山田さん言ってた。今日はね、はい、ラインスタンプを作りまーす。ずっとね、俺自分のラインスタンプが欲しくて吉本に言うたんや。どんなのがいいんですかって言われたから、俺そのクッキーさんみたいな、エグジットとか、あ、ありますね、ガリットチュウのフーちゃんとか、はい、あれ出したいなら、今正直そのクッキーさんぐらいバズる人じゃないとあのスタンプは作れませんって言われておお、こいつ舐めてんなって。ああ、ノラやしな。ああ、そらそうや、合ってるよ。向こうがセールや、こっち野良でやっとんねん。そしたらお前売れる見越しも何にもないのにやな、お前。そりゃクッキーさんぐらいバズる人でないとさ、作らせませんよって会社も言うわ、野良やからな。言い過ぎやろお前、野良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 これは。私は泣かないから。ほんなら絵が上手い人とか知り合いいないんですかと、それを書いてくれればそれがスタンプになるって。俺インスタグラムで募集したわけ。ほったらお前、なんとよ、作り原さん、あ、エハラさん、師匠、応募しまーす言うて、来たんや、それエハラさんから。師匠が応募してきたんすね。師匠がもう応募しますって、DM で。これ見てこれ、このエハラさんが、で、これスラムダンク風の、はい、友達の似顔絵ですって。うんまー言うて。で、採用ですと。いやもうそうっすね。採用したわけ。で、吉本に言って、もうエハラさんが作ってくれるわ。絵描いてもらうわけから、お金はどうなってんのって言ったわけ。ほんなら、LINE スタンプが、その売れたやつを全部エハラさんに振り込むことができますと。で、それを、あ、じゃあエハラさんそれ全部あげようと思って、でもマネージャーが写真でもいけますよ言って、え、そうなん、サムネを作ってくれてる方いるじゃないですかって、ほう、ほんま言って、その方にお願いしたらいいんじゃないですかって、あ、それっぽい、なるほどっつって俺お前に言って、はい、そのほんまにちょっとスタンプみたいな感じで作れんかな言って、もしあの作ってくれたらそのお金は全部あげるからって言って、はい、ほんなら、まあ、返信くれてん、はい、だほんまが10万人登録者、はい、もし買ってくれるなら、はい、100円だとして1000万ですね、はい、頑張りますって、そのライン見た瞬間に、はい、おいほんまこれだと、ええよやるよ、お金はあげるよ、作ったやったら違うやん、心意気の問題や。江原さんな、お金欲しくて応募したら違うのよ、絵が好きで、さださんのためならっていう気持ちで描いてくれる。俺まだ江原さんに全部お金あげるなんて言ってないよ。これは気持ちいい。でもほんまに大してはな、これ一人100円だとして10万人登録者が全部買えば1000万ですね、頑張ります、もう金や、もうその少女の腐ってるそのほんまはやな。だから今日嫁言うたやお前、ほら来とんねやろ、まこっちはほらお前。いや、いいよ、あげるよ、あげるけど、その俺がリアルな数字見せるときに、あ、確かにそんだけ売れたら1000万か、あ、それはちょっとやりすぎやなって、なんか俺もちょっと欲しいなって気持ち返してよ、これはほんまに作らせる方がいいかなって思った、その俺の嫌な
この芯の部分のな気持ち返すぞお前これはお前それでお前一応作ってきたやんかお前がこれやほんまが作ったスタンプこれや作り出せるとえぇ作り出せるってお前これなんかこれ悪意あんぞこのお前なあこれは問題だなさあだから俺もう今日話す場や思って読んだよ汚いズボン履きやがってるよなあ汚いズボン履いてるやつが鼻ズボンできやちょっとじゃないよマジ鼻ズボンは無理やから今これ鼻ズボンしたらお前それはお前小池都知事も怒ってくるやろうしなそうですねだからお前あれ月服や俺のそらすやろお前そらすやお前、お前ちょっとお金のこと先に目くらんだやろ100円とは言わず半分の50円だとしても500万は痛い500万は痛い500万は痛いそやろ腐っとるお前腐っとるお前のその江原さんは俺のために絵を描いてくれるんやで絵が本当に少ないお前の場合は金のために動きよるめっちゃ嫌やろ俺それが俺の周りにそんな奴がおるってことかなお前ゲップやお前ゲップやお前なあほらそれでここで来てもらったのにお前それはもうしょうがないですからねゲップやお前口開けろお前口開けろごちそうさまでしたやろお前ごちそうさまでしたすいませんでしたうちの後輩があかんよお前、はい、心汚くなってたなっていう反省の気持ちがいっぱいです、うん、でもな俺な思ったよ、はい、でもこれ元をたどればなそれを伝えんかったらな宇野が俺にそれを伝えんかったらな宇野が俺に正直にちょっと待ってよちょ汚いこんなのちょっと待ってそんなのおかしい作るよなちょっと待ってこれが汚 い僕は宇野さんに言ったわけですから先にちょっと言ってきたんですよなんかなんてお金全部ほんまにくれるかもよみたいな先に言ってきたんでちょっとだとしたら100万人だ100万人だみたいなちょっとそさっきにお前ちょっとお前今皮かぶってる皮かぶってるちょっと見せてマスクしてるかちゃんといやちょっと待ってなあよく触れますね最悪やだ月腹空間本当のチンカツをちょっと待って信じられない僕は、うん、佐田さん信じて、うん、報告しただけなのにそうやんそんなことありませんそうやんじゃあほんまかってかわいっすやん何それなあほんまかばうもんや先輩っちゅうのちたまったもんじゃないよなむちゃくちゃやぞお前やってることお前泳がしとけマジで最低泳がしとけマジで最低泳がしとけって言ったよ言いましたよ、ね、言ったよそしてお前はそれでも俺やったらかばったら後輩もし本当にかばったら泳がさんでお前でもちょっともしかしたらあれやからそのほんまもそういうこと言わんほうがいいよとかいや俺が先輩だよ泳がしとけって先輩に言われてもね俺そらもう可愛い後輩やったらそらもうそんなことになるからお前そらいかんぞってそれはあかんよそれをなんかあたかもなんか捕まえました俺ほんまにお前マジで拒んじゃめよお前マジでお前それはマジほんまからしたらほんまの気持ちになっとるよお前なあほんまそやろほんまはもう罰ちゃんと終えてるからお前罰与えないかやろ女もお前何がいい何でもいいよチンカスいやマジでやめろってマジでやめろそれゲップ食ってゲップ食って後輩のチンカスをいやちょっと待ってここにダメだここに塗るの小池都知事ですら裁けない罪になりますよ何小池都知事は別にチンカスここに塗っちゃダメって言ってないそうダメってなってんのそう、唾がダメって言ってるだけだから塗らんけど、吸え一回マジでやだよそれは吸えそれは吸えほんま、なこぶりつかしてみたまった終わらんけん罰受けんとなんでほんまより俺の罪の方がでかいんすかチンカス、向いてな
これでよお前後輩のそう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 
すったお前すげえな今度はあんな楽しいロケ行こうかほんならな終わったからお前のやつ今日ごめんなさい何するんでしたっけもう記憶飛んだ、はい、ボスケとかよあお疲れ様でやるさんボスですオスですチクリバラさんチクリバラさんとりあえずちょっとギャラップちょっと見れよお前これめちゃくちゃ渋ないこのもうほら見てこれプライマックスもう全部うわほらプライマックスもう 俺も部屋こんなプライマックスにしたいのよなんでもあるよギャラップ中目黒さんマジでマジギャラップ中目黒で買い物するやつアホちゃうかと思うギャラップ中目黒ちょっとギャラップ中目黒言い過ぎてないですかいやそりゃそうやろ狭い全然す何が悪いの仕事中はやっぱできないんで、うんうんうん、もう合間見ながらっていう感じな、はいはい、一応佐藤さんからこの言葉、うんそうそうそうそのスタンプにしたらあこれに合わせてなんとなくこの今うわちょっと待ってめちゃくちゃ可愛いやんこれてこれめっちゃ可愛いなスプルーパパパってこれね聞いてるよ超可愛いこれはい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 作らないですこのタンクが埋めた時のかっこいいいいっすねめっちゃよくないわ、エールってやつここなんすかあ、じゃあせっかあー、車と結構メインキャラになるかなと思ってうわお前話すばなお前話すばなこのスタンプは超かわいいなやばこれマジでちょっと欲しないこれ T シャツだったらいやマジで欲しいですねお前どんな顔してみとんかこのなあこんだけ時間かけて一個一個作ってくれてんだよさ恥を知れよお前はでこれ半身あーこ、これでねめっちゃ良くないこれいやもうヘラさんが結構うまいなんか知らんからね何でもできるやん才能の塊多才原さんや多才元さんもいましたけどね多才元もおるけど多才原、はいうん、やいや毎回しておさむやからあとはこのサタビルダーズっていうのもまあ結構象徴的な、うんうん、サタビルダーズですからねこんな感じでうわかっけえ何これこれが要はあのハイエースイメージああハイエースのねちょっとカーキがかっ汚れた感じの、いやこれマジで本当にこれマジで買えよこれそんなやり方しますそんなやり方するよお前知ってるエラさんエラさんにそれ言うてんやほんまみたいなそのいやこれ全部売り上げを差し上げますんでってなんつったもんエラさんいただきませんとそれはもう全部サタコウモテンさんの経費として使ってくださいってお前げんこつやなお前これなお前なあすいませんそういう気持ちやってんだぞお前なあお前もやりたいんかやりたいですちょっと真面目にエラさんが作ってくれんの不採用になったの、うん、お前もやりたいんかやりたいですどこまでも強要なおかしいやんお前じゃあ勝負するエラさんとじゃあどっちが折れるかはいなんでそんなすぐ入って言えんの恥ずしらんのほんならお前文字とかお前勝手に作れよこっちの俺が使ってる使われよステマンとかこういうのいやそれもう同じスタンプいらんやろだからこいつが作ったするとか俺そんなこと言ったっけみたいな言葉で
作ってくれたらいいから、はい、エアラさんもそれ自分でこうやって考えてくれとんやからそれ考えるよ、はい、じゃあ歌うぞお前の声、はい、ありがとうございますすごいな頑張ります頑張る、はい、ほら勝負やこれで、はい、どっちのルルガスさんエアラさんがあれするか本間が儲かるか一般的にはスタンプっていうくくりで考えたら、はい、使いやすいスタンプっていうこれで言ったら多分使いやすいスタンプっていうないからねこの切り手の話してるそうだ表記見えましたね偽物として出すからな海賊版海賊版の海賊版で俺お前ラインスタンプ作って売れた分お金入ったらお前これどうするんかお前は旅行に行きますこの野郎この野郎絶対買わんとってほしい、はい、ほんまのスタンプはマジで海賊版として出すからマジで偽物ですって言ってこれはつって楽しみですねじゃあ楽しみに、はい、まあこうご期待ということで、はい、やめろよ雨降っとるやないかそれ雨が今回はガチの仕事してる時の俺見したろ思ってだからもっと値段がつけるね車もう今ないし本気のスクルタ見したろかい言うてちょっと一個だけ確認していいですか、結果はどうするんですかいやあげるよだから店もおでもある程度そんな結構売れるなっていうことが分かったらそりゃもうほんまになんかあげるよなあんなもんさすやろお前最高お前は20万やお前はお前は最高20万あ20万以上もし売り上げが上がったらそらこっちはこっちでなんかバイク買ったりしてるYouTube 用のやろお前こんな安易な気持ちで金に目がくらんだよ金の目がなめんなさやな、はい、うんだからそのなんかまあ出たらなんか買ってねもうサタニーの大ファンなんでもう見た大ファン、はい、俺おっさんだけ違うからファンもあいよいよ、はい、そうっすね見てるチャンネル登録しとけ見てろお前携帯マジしてなかったろマジでお前あかんのどっちんこガス打ったろな開け YouTube、はい